こんにちは、兄です。今日はですね、激増ゴジラシンギュラポイント、こちらを開封していきたいと思います。今回初めて激増シリーズ買ったんだけど、ちょっとびっくりしてんだよね。まず箱がでかい。 CD のジャケットと同じぐらいのサイズあって、厚みも結構あると。あのフィギュアのサイズは HG と同じぐらいっていうイメージなんだけど、もう一回り大きいのかな、どうなんだろう。それかあれか、組み立て式じゃなくて、この尻尾の長さとかアクションポーズを考えると、このぐらいのサイズがないとダメなのかな。で、あとブラインドパッケージなの、これ中身が分かんないんだよね。パッケージの前こんな感じで、ウルティマイテゴジラシンギュラポイント全6種でしょ。で、上も同じような感じでゴジラシンギュラポイント全6種、特にね、こうここに何が入ってますっていうのは書いてない。で、サイドはラインナップでゴジラアンフィビア、ゴジラテレストリス、ジェットジャガーベーター、ゴジラウルティマ、アンギラス、ゴジラアクアティリスト、なんかチェックが入ってるとか丸がついてるとかそういうの一切なしで、後ろ側また全種類並んでるラインナップと注意書き。うん、やっぱりブラインドパッケージだよねこれね。1個2000円ぐらいするから、かなりこうハードなブラインドパッケージになってるんだけど、どうなんだろう。まあ、全種類欲しい人はアソート買いしてねっていう、そういう前提のもとにできてるのかな。あのいわゆるリーメントさんのミニチュアのねやつみたいな、大人買い用みたいなシールが貼ってある、これもシール貼ってあったけど、そういうことなんですかね。逆にブラインドパッケージでつまんでいく人っているのかな、どうなんだろう。まあ全部買うと1万円近くっていうか1万円オーバーかしちゃうから、とりあえずシンギュラポイント関係何か1個ね、あの何でもいいから欲しいなって言ってつまむような、そういうイメージなのかな。まあ、ちょっとよくわかんないんだけど、ブラインドパッケージっぽいです。それでは一応アソート確認っていうかね、あの配置を見ながら開けていこうかな。まずは向かって右側の一番前、この箱行きましょう。よいしょ。さあどんな感じ、そして何が出る。箱が綺麗に開けらんないな。よいしょ。あ、ブリスター、ブリスターなんだ。いきます。ジェットジャガー、ジェットジャガーだね。おお、結構よくできてそう。そしてぼちぼちサイズあるね。次向かって右側の前から2つ目、こちらいきます。あれかな、素直にここのこれをやった方が綺麗に開くのかな。あんまりね、上面で開けたくないんだよね。よいしょ。あー、くっちゃくちゃになっちゃったな。またいきます。ずんと、これはゴジラアクアティリスかな、多分そうだと思うんだけど、そうだよね、この色はアクアティリスだよね。次向かって右側の一番後ろ、これいきましょう。これはこっから開けてみよう。普通にポンと入れて、あ、これだね、この開け方だね。やっぱりちゃんとあの指示通りに開けた方が綺麗だわ。で、なんでしょうか、テレストリスかな。そうですね、ゴジラテレストリスでございます。大好きっていうか、あのゴジバ島で一時すごいよく使ってたから、なんか愛着あるんだよね。かわいいな。次左側の一番前行きましょう。あ、あよいしょ。あー、汚くなっちゃった。さあなんだ、ちゃんと、お、
アンギラス。角の部分の塗装とか綺麗だね。次向かって左側の前から2番目。もういっか綺麗に開けなくても。いやでもな、どうしたら綺麗に開けられるの、これこういうことかな。このブリスターの裏に手を入れてこういくのがいいのかな。さあ何でしょうか。残すはウルティマと、これ名前すぐ忘れちゃうんだよね、あんま印象に残ってないやつ。よっと、あんま印象に残ってないやつだ。なんだっけ、アンフィビア、第二形態的な陸に上がった瞬間の時のやつだよね。あれなんだよね、シンギュラポイントはさ、いろんな形態があったんだけど、いまいちこうそれぞれで活躍していないというか、印象に残っているのがその海からこうねザバザバザバっと来たマンダを追っかけてる時のシーンとか、あとテレストリスが輪っかビューって吐いたりとか、ウルティマになってとか。この人がね、あんま僕印象残ってないんだよね、やっぱ。ちょっともう一回見直さなきゃ。最後いきます。もうこれはね、ウルティマじゃなきゃ困るよね。ここでなんかダブったら最悪なんだけど、よいしょ、6箱目にしてこうね、スムースに綺麗に開けれるようになるっていうウルティマ。ジョンと、おウルティマでかい、ボリュームもすごいってか、正面から見た時のここ、これだよね、やっぱウルティマってね。うん、いやもうゴジバトでこいつがねこう登場すると一気にガッといけるみたいな。まあテレストリスも回復をねこうかましながらいけるっていうところで、すごくあの状態でずっといてもいいかなって思う時もあるんだけどね。よし、それでは全部組み立てましょう。はい、組み立て終わりました。まずはゴジラアクアティリスです。一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っと、第一形態って言えばいいのかな、一番最初に登場した時の姿で水の中を泳いでおりました。最初潜水艦の横をこうかすめるような感じだったっけ。でその後マンダの群れをねこう追いかけていくみたいな感じで、あの水中から背中がチラチラ見えたりとか、マンダに食らいついてたかな、なんか顔周りのアップとかは出てくるんだけど、全身像ってあんまりアニメの中では見れなかったよね。あれだ、あの水のこうね中からビョーンって跳ね上がってきた、あの時に全身が映ったかな、なんか目のあたりギョロッとか、そんな感じだったような気がします。このねヒレみたいな感じになってる後ろ足というか、まあ進化の過程でだんだんねこのヒレが足になっていくっていうことなんでしょうね、うん、で水の中を泳いでいる姿なので、まあ足がないっていうところでこういったね台座で泳いでいる姿を表現しているような感じになっております。かっこいいね。次はゴジラアンフィビアです。一周ぐるっと見ていくと、ぐる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 っと、素晴らしいね、めっちゃかっこいい。この人はさっきのアクアティリスが上陸した時の姿なんだけども、まあ水から陸に上がってきたばっかりっていうところで、こうね水かきみたいなのがあって、ヒレの名残が残っております。尻尾がね長くこう後ろに伸びていて、これがダイナミックでかっこいいね。ピントがもう尻尾の方に持ってかれていて、ボディが全然映ってないんだけども、あのボディの部分のねこの肌の質感、造形塗装がね本当に素晴らしくて、ここかっこいい。そしてこのお腹のデプッとした垂れ下がった感じ、ここすごい好きですね。あと背中の部分のヒレが、前の方がゴジラっぽくなってきて、後ろはトゲトゲで、さっきのアクアティリスもあの前の方はねこうゴジラっぽいヒレなんだけども、でもまだこう幼いというか成長してないなっていう感じがあって、後ろとねこう似たような形になっているんだけども、なんだっけ、フィビアだっけ、この人はもうね前の方は普通にゴジラだなっていう感じですね。ただまだ一列しかなくて、両脇はトゲトゲになってるっていう、こういったところでねその進化というか成長というか、そこら辺のこうね差別化が出ております。そして顔ですよ、顔の造形がすごい、そして塗装もすごい、口の中までねしっか
かりと作られております。次はゴジラテレストリスです。一周ぐるっと見ていくと、ぐる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 といいですね。めっちゃ可愛い。この人はさっきのアンフィビアから進化した姿なんだけども、なんか水晶の眉みたいなやつが剥がれ落ちて中からこれが出てきたね。で、顎がね結構大きくてしゃくれてるもんだから、ちょっとアンバランスで気持ち悪い感じに見えるんだけども、でもね体の色も青緑でポップだし、目もクリッとしていて、そういったところで怖いっていうよりかは可愛らしいっていう印象の方が強いね。しかしこの体表の造形塗装素晴らしい。ほんとすごい。こう上に行くに従ってね、赤い光人なのかなこれ、まあそういった感じでこうグラデーションがかってるし、もう隙間の部分もね墨入りみたいな感じになっていて、すごいリアルでかっこいいです。そして背びれはさっきと同じように上半身の方はねもうゴジラ形態なんだけども、列は3列に増えております。さっきは真ん中1列だけだったんだけども、進化してねこう端の方もだんだんゴジラのヒレになっていってると。後ろの方はまだトゲトゲ状態ですね。いや本当にこの顔好きで、口の中もがっちりとねこう造形されて塗装もしっかりとされております。次はゴジラウルティマです。これが最終形態だね。一周ぐるっと見ていくと、ぐる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 っと、この人の下半身はすごいよね。めちゃくちゃぶっとい。あとお顔も特徴的で、かっこいいとは言いづらいんだけども、すごく面白いお顔つきをしております。横から見た時のこの下半身から尻尾の根元にかけてすごいよね。で背びれがもうあのね後ろの方までずっといわゆるゴジラの背びれになっていて、乳白色のクリアパーツって言っていいのかな、あのちょっとこう透けるような感じのやつに葉脈というか血管みたいな感じでこうね線が入っていて、すごいかっこいいです。でさっきのテレストリスは3列だったんだけども、横5列まで増えてますね。そしてこう毛みたいな感じに流れるように体表がね造形されているんですけども、ここもね表面ドライブラシなのかな、なんかこう表面の部分ねちゃんと塗装してあって、すごく立体的でかっこいいです。そして尻尾もねガーンと長く伸びていて、うわ後ろ姿もめっちゃかっこいい。でねこの背びれがねすごい尖ってるのよ。僕ここはめなきゃいけないんだけど、はめるときに指のこの先を切ってしまうっていうね、一番後ろのここがね結構尖ってんの、だから注意した方がいいですね。いや素晴らしい。やっぱ下半身だねウルティマは。個人的にはテレストリスが一番好きで、あのウルティマになるとおっさん臭さが出るというか、なんていうかちょっと可愛らしさなくなるなみたいなね、そういうところがあって、まあテレストリスが好きなんだけども、うん、いやでもウルティマはこのいかつい感じがやっぱかっこいいかな。で大きさ比較で最近発売されたHG クロスのバーニングゴジラを横に持ってくると、こういった感じで、まあ、ちょっとねこの体を起こしてるか立ててるかっていうところで高さは変わってくるんだけども、ボリューム的には同じぐらいなボリュームで、で尻尾がちょっとウルティマが長いから、そういったところでこうね迫力があるかな、うん、あとはやっぱ塗装に関してはあの劇像の方がねあのしっかりと体表の方まで塗装してあって、まあ500円のガシャポンと2000円のねものっていうところで違いはあるかなっていう感じはしますね。でテレストリスとかもね持ってくるとこんな感じで、いやもうこれね4体この進化の過程を並べれるっていうのがめっちゃいい。あこれねちょっとねスタンドがね少し棒の刺さりが甘いというか、温めて刺したんだけど怖いんだよね抜けそうで。もうこんなんに囲まれたら死んじゃうね、絶対無理ですよ。わかっこいい、最高です。
次はアンギラスです。一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っと、この人の造形もやばいよね。背中のトゲのジャギジャギ感、そして尻尾がくるんと回っていて躍動感のあるポーズでめっちゃかっこいい。ただね、背中のトゲトゲがすごいシャープに作られていて、組み立てる時にね、指に刺さるのよ。で、あとこうどうしてもこの角の部分に指がかかっちゃうから折っちゃうんじゃないかって、それがすごい心配になったかな。まあ、折れるような素材ではないとは思うんだけども、寒い日とかだとね、こういうの折れたりすることあるから、ちょっとそこら辺気をつけた方がいいかなみたいな、そんな風に思いました。あと塗装もね、すごいリアルでかっこよく塗装されてるんだけど、ちょっと厚ぼったい感じに見えるところもあるので、そこら辺気になる人は気になるかもしれないです。最後ジェットジャガーベーターです。一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 と足がしっかりとしたバージョンだね。いや、これもすごいよくできていてかっこいい。後ろ側もしっかりと塗装してあって、そしてこの用紙塗装がね、素晴らしいよね。歴戦戦ってきた感がすごいよく出ております。で、残念なところは自立できない、スタンドがないとちょっと立てないっていうところが残念なんだけども、まあ、形的にね、この足の細い人だから、まあ、こうなるのは仕方がないよね。あとこう今回のラインナップで一緒に並べれるものがあんまりないというか、アンギラスとこう戦わせたいんだけども、どうしてもね、このアンギラスの槍持ってるからさ、ちょっと変な感じがするし、あとウルティマとこう並べる、まあネタバレになるから言わないけども、最後のあのシーンっていう感じでこう並べるのはありかもしれないけど、その時これ持ってたっけ、持ってなかったような、身一つだったような気がするんだよね。だからまあちょっとこう並べるのも不思議な感じがしちゃって、こうどういう風にね遊んだらいいかなみたいな、まあ、そんな気にせずにね遊べっていうところなんだろうけども、ちょっとそこら辺が気になったところでした。はい、そういうわけで劇場ゴジラシンギュラポイントを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。そうですね、今回初めて劇場シリーズ買ったんだけど、すごいよくできていてびっくりしたね。ぶっちゃけた話しちゃうと、セットで1万円オーバーはちょっと高いなって思ってたんだけど、今回実物を見てもう吹っ飛んだ。お値段以上の満足度のあるフィギュアがガンガン出てきて、すごいテンション上がったし、もうゴジラシンギュラポイントも見なきゃと思って、今ブルーレイをね机の上に並べていて、いやこれは本当すごいいいよ。ちょっと劇場シリーズ過去のものとかもね、調べて買ってみたいなと思いました。でメカゴジラが今度発売されるんだけど、ちょっとなんか生産のねペースが合わないみたいで延期になったのかな、9月発売だったかな、まあ、まだねちょっと時間があるみたいなんですけども、ちょっとそれもね予約して届いたら動画作りたいなと思っております。いやこれは本当買ってよかった。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。